白い65キロ K1 最激戦区に失意の怪物襲来、ゲオ選手ですが、欠場することとなりましたことを逃げたかなって思いましたね。ノイリ・マサアキ21歳、類まれなる格闘センスでアマチュア時代から注目を集めた少年はわずか16歳でプロの世界へ。瞬く間に頭角を現すと世界で活躍する名だたる日本人選手を次々となぎ倒し幾多のタイトルを獲得。その絶対的な強さで怪物の名を欲しいがままに。トーナメントに出てた選手たちは、まあ、僕の引き立て役で、まあ、盛り上げてくれてありがとうっていう感じです。結構主役とかヒーローって遅れて登場したりするじゃないですか。僕なしで世界一決めても本物じゃないだろうっていうのがあるんで。世界に誇る日本格闘技界の至宝がついに K1 のリングへ。その注目度にふさわしく初陣に用意されたのは65キロ級頂点の男、ゲオ・ヘアテックス。己の実力を知らしめるこれ以上にない舞台となるはずだった、ゲオ選手ですが、大変残念ながら今大会はドクターストップにより、欠場することとなりましたことを。最強王者まさかの欠場。まあ、すごいテンションも下がったしモチベーションもすごい下がったっていうのが、僕が勝った時にその傷のせいで全然練習ができなかったとか、まあ、結果的に今回は流れてよかったんじゃないのかなと思います。その揺れ動く心中の隙を掴んとするのはオランダの黒豹マサロ・グランダー20歳。恐れ知らずの若き精鋭が獰猛なファイトスタイルで一気に主役の座を奪い取る。変に接戦になって、おこの外人選手強かったなって思われるのが僕一番嫌なんで、まあ、相手に何もさせず僕の完勝劇を見せたいなと思いますね。65キロ級覇権強奪へ。荒ぶる感情を押し殺し怪物第一歩。あの時逃げといてよかったなみたいな少なからず思わしたいですね。K1 ワールドグランプリ2015 K1 アンダー65キロファイト、マサロ・グランダー VS ノイリ・マサアキ。第6試合スーパーファイトアンダー65キロファイトを行います。アポンは175センチ、65キログラム、日本 K1 チブ恵比寿小比類巻道場、ノイリーマサーキー。いよいよ K1 のリングに解き放たれます、ノイリーマサーキー。赤コーナー173センチ、64.5キログラム、オランダマイクスジム、マサロ・グランダー。オランダの新鋭マサロ・グランダーはキングオブキングスアンダー65キロ王者という肩書きです。55キロ級トーナメントに枠代々木スーパーファイトはアンダー65キロ級ファイト、3分3ラウンド延長1ラウンド3ノックダウン制です。左側マサロ・グランダー、手足の長いファイターです。まず何ができるのか、何をしてくるのかというところ、それに対して迎え撃つのがノイリ・マサアキ。関根さん、はい、もう対談もノイリとありましたけれども、ゲオ欠場からどんな風にモチベーションをセットし直すのかというところから、ね、右ハイ、でもリーチが長くてちょっと嫌ですね。これを、ね、いいジャブ打ちますね。マサトさん、もうジャブから分かりますか。分かりますね。結構怖いタイプかもしれないですよ、はい、一発あるタイプですね、マサロ・グランダー。はい、
その一撃もちろん警戒してはいるでしょうけれども、ノイリー振り下ろしの右、スピードもありますね、鋭い、速い、左の蹴り連発で放っていったのがノイリーです。中村さん、今回の戦いも本当に見どころ十分ですよね。そうですね、まあ、ゲオ選手との対戦は今回実現しなかったんですけど、やはりこのノイリー選手がこの KO で戦うっていうのを待ち望んでいた方たくさんいると思いますし、やっぱりこのノイリー選手どんな相手でも最終的にはこう料理して倒す選手ですから、はい、まあ、この第一歩、しかもこの激戦区の65キロに入ってきたっていう部分でこの最初の試合っていうのはやっぱ注目ですよね。そうですね、今大会はその65キロ級注目ワンマッチスーパーファイト、他にももちろんあります。そんな中で中村さん、これ同門のイリアスブライドをノイリーは下しているんですよね。そうですね、なのであの今回もそのイリアスの方からあのマスログラウンダーはいろいろこうアドバイスを受けたってことを言ってたので、はい、まあ、そういった部分ではこう急遽決まってもある程度こう対策も立てれたと思いますし、この体つきとか身体能力ってのは日本人になさそうですから ね、はい、そうですね。でも僕ノイリー選手見るのはあの K-1 甲子園以来なんですけど、久しぶりですよね。いやパワーつきましたね、あの時と比べて。そこが一番目につきますか、体も大きくなってパワーありますね、はい、関根さん、その膝などはレインボーになんていうふうに命名されてましたね。片方の膝だけで7種類の打ち方があるという、はい、両膝合わせたらもうこれう大変な数ですね、はい、お左、はい、ただマサログランダも弱くないですよ、あの急遽変わった選手ですけど、はい、強いですね。強いです。これお父さんがロドニー・ファベイラスという名前で日本にやってきたファイターだということですけれどもね、まだ20歳173センチ18戦して16勝2敗の 8KO 勝ちです。ここもワンツー強力、ノイリのガードはマサトさんいかがですか。いやガードいいですけど、あんまりガードの上から打たすっていうのはあんまり よくないような気がしますけどね、はい、あのローキック返すのいいですね、あの上から空手のような上から打ち下ろすローキック、やはりそのベース空手ありますからね。ノイリー21歳、5月11日で22歳になります。175センチ、今はローブローを食らって続行を待つという時間帯です。ノイリー選手ね、19歳の時にオランダにも修行に行ってるんですよね、でアンディ・サワー選手とスパーリングやったりしてありましたね、そこからジムも移って、うん、現在は小比類巻道場所属ということですが、はい、もうすでに29戦、関根さん考えるとこれ30戦目節目です ね、 ですね。大丈夫なようです、続行です。とにかくでも何があるか分かりませんし、関根さん、こういう戦いの中でしっかり勝っていかなければいけないノイリー。今日はこの選手怖い、強敵強敵ですね。あ、切れたんですか。カットが、これは目の上だから厳しいな、厳しい、あ、鮮血が滴り落ちている。今の角度からも分かりました、膝でしょうね、膝でしょうね、正人さん、あのその前もあのまっすぐの突き上げるような膝を蹴ってて、はい、結構怖いなとは思ってたんですよ。それが当たりました。当たりましたね。この選手は本当にあの瞬発力の選手で、パンチと膝が得意という話は、うわ、中村さん、そういう情報伝わっていたんですけれども、ね、そうですね。なんかアンディ・リスティのちっちゃい版みたいな感じですよね。そんな感じですね。はい。いやもうこれ体全体がバネというグランダーが膝を打ち込んで、ノイリが今ドクターチェックを受けた。そーっと。これは。関根さん、厳しい、やりますね、やりますか、すごいな、逆突が目の上なんで危険な位置ですけどね、これもう一度ということになると危ないですね、続行となっています。やっぱりノイリー選手、こういう止められちゃいけないと思って焦るんですよね、はい、ここで何が返せるか、何を返すか、ノイリーやっぱりジャブでもあんまパンチをもらうとあそこさらに深くなっちゃう、そうでしょうね。今は蹴りのモーション、グランダーが何かを狙っているように見えます。その先は傷口かという第1ラウンド終了の場面です。いや関根さん、とんでもない窮地にノイリー落とし入れられましたね。オランダの強豪来ましたね、来ましたね。いやこれ無名な選手ですけど強いですよ。18歳、はい、18歳、まだ18、20歳ですね、失礼しました。いや、20歳強いですよ、これは。この飛び膝、いや、マサトさんに伺いましょう。やっぱりノイリサイドで見るとこの後ということになりますよね。この後、やっぱりこれ目に血も入るし、やっぱり
パンチをもらっても止められる可能性が高いんで、精神的にはすごく焦りますよね。最大のピンチ野入正樹、でもそれでも、いやでもかなり傷深いですよこれ、次また出血したら、はい、ちょっとその先はないかもしれません。波乱の第1ラウンドから第2ラウンドです。野入自らを落ち着かせるように目を閉じていた、そんな風にも見えました。ラウンド2、第2ラウンドです。とんでもない飛び膝バネを、ま、持っている男でした、マサル・フランダー。そこからパンチに行きます。さらに追い込んでいく。こうなって本当傷口に当たると本当止められますからね。もうマサル・フランダーもそれ分かって、はい、どんどん行きますよね。これもう絶対そうですよね。ノイリが気をつけなければいけないことがまたさらに増えました。逆に言えば、まあ、これだけ前に出てきてくれると、これ危ないな、難しい、一発でというパンチの応酬もあるんですが、まあ、もう一か八かで野入選手は行くしかないですよね。マサトさん、今の攻防がもうそうですか。そうですね。これはまた、これはちょっと厳しいですよ。これはやっぱり場所が本当に目の上なんで、危ないですね。危ないですね。危ない位置、まさかこんなことになるのなるとはと。野入正明の第2ラウンド、いや、 やはりこれは続けて続けさせてほしいという野入なんですけれどもね。いけるって自分で言ったら結構危ないですよ。やっぱあの冷静にあの選手のことを考えて、あの選手はやりたいっていうのは当たり前なんですけど、冷静にあの判断した方がいいですね。野入もまだ21歳です、間もなく22歳という。世紀大の怪物崩れた。でも65キロにすごい選手出てきましたよ。また一人来ましたよ、65キロ来ちゃいましたね。怖いですね、あの野入正明を。いや、なんか見た目もアンディ・リスティ70キロの選手に似てるんですけど、怪物を食らいました。オランダの新怪物マサロ・フランダ、2ラウンド40秒 TKO。いやー、いい選手出てきました。これはあの契約しておいた方がいいです。そうですよね。、はい、いやもうこの先が中村さん、はい、早くもそうですね、まあ、身体能力高くて一発ある選手だろうなと思ってたんですけど、まさか、まあ、ノイリ選手、まあ、ドクターストップですけど文句なしの勝ち方でしたからね。そうでしたね。いやこれまた65キロをこう混沌とさせるような選手が出てきましたね、はい。またゲオとの戦いもある感じですね、はい、マサロ、はい、いろいろな組み合わせが考えられるんですが、はい、ありますね、久保優太とかね、いろいろありそうですけど、まあ、この後もあの65キロの試合2試合あるんで、その選手たちにも、はい、この結果と、まあ、マサログランダの存在はね、やっぱり影響してくるんじゃないですかね。関根さん、ノイリにもぜひ一言ください。ノイリ選手悔しいですね。まあでもあの完全な KO ではないんでね、まあ、あのやり直して、あの まあね、ゲオと戦うっていう気持ちでずっと作ってきたんで、やっぱり、はい、そのスイッチのね、入れ方が難しかったとは思いますよね。そうですね。でもこの選手、怖さで言えばゲオより上かもしれないですよ。そんなやつですか。怖いですね。また65キロ級が一層と混沌としてまいりました。マサロ・フランダー勝利。